津白根金山は、かつて、秋田県和野市と和だ世帯市にあった鉱山。江戸時代初期には、南部藩内の和野地方で、江戸時代初期に、次々に発見される金山の中で、最も早く開発された金山で、南部藩ケマ内通りの米城川北岸の、秋田藩との反境にあった。花輪線の末広駅の北方キロメートルに位置し、旧鉱山施設や、露天ホリとは、 車窓や国道103号からも遠望できる。民謡、南部牛追歌で田舎なれども南部の国は西も東も金の山と歌われる金山の一つであったが次第に衰退していき漢文の頃には銅を生産するに至った。半世末期には白根銅山はほとんど廃山状態であった。明治初期には白根銅山の地続きで山頂部にあった旧 小牧金山の後に発見された小牧鉱山が開発され、白根の名は一地区の公明となってしまった。小牧鉱山は1978年5月に閉山となるも現在も鉱毒処理施設が稼働している。スケキヨ式の数の金山始まりのことでは、白根金山発見にまつわる伝説が記されている。他所によると、慶長3年春に、 秋田下根聖が支配した領地との境を見分するために南部藩は北獣佐江門のを派遣した。森岡藩の命令によって秋田との国境を見分するため北獣佐江門のは和野軍に向かった。白根付近に宿泊していたところその周辺の百姓たちが武行に面会しようと手に手に贈り物を持って武行が宿泊している宿に軍をなした。 その中の年の頃十あ余りの老婦が幼い男子二人を連れて三右衛門の前に来た。彼女が涙を流して言うことには、この兄弟は太郎氏、杉いらつ子と言って私の孫です。彼らの両親は数年前に死んで、彼らは孤児となったので私が育ててやっとここまで成長させることができました。先祖伝来の伝授を母方のおじに託したものの 約束の年月を少しも守らないので、年寄りの力で、やっとのことで、今までようやく彼らを育ててきました。私の命は、明日も知れないけれど、私が死んだ後、おじの心もわからないので、兄弟が、路頭に迷わないように私が生きているうちに何とか、伝授を取り返して兄弟に分け与えたく思います。ひとえに、このことを、お願いしたいと思います。詳しく周りの人も、 このことを知ってほしいと前後に並んでいる人々に、向かっていい、側にいる役人を招いて、今回の面会に何か持ってこようと思いましたが、私は貧乏なので恥かしながらこれは孫どもと一緒に、心を尽くして作ったものですと妹を献上した。彼女はさらに一包の書物を取り出し奉行に見せた。十三門のは不審に思い、包みをほどいてみれば、伝授の消文であった。 彼らの先祖の証言というものが、長牛での戦闘で先行があったと書かれ、藩主からの感謝状には、趣旨として、特別に難易しのうちどれだけ英タイム税の工作ができるとの英六年間の証文があった。その外、いろいろな書き付けがあった。彼女らは、金号の指導者の子孫だと、確かに思える。即座に住民に尋ねると老夫が言う話と全く同じなので、皆の見回りで、 それが確認できたならすぐ判決を下すだろうと言い、本当に不便だっただろうと老夫を家に返した。その後、兄弟のおじを招いて、詳細を聞くと、ありのままに白状した。そこで、横領された田畑をすべて兄弟へ返し、その上、罰金三両を渡して、自分たちの住居に住まわせた。さてその後、十三右衛門のが老夫が進呈した包み物を不思に、 思って役人に持ってくるようにいいそれを見るとそれは長さ四尺程度のとろろ芋であった。その美しい古東区の芋よりも優れているように見えたので数本選び出して親方様へ送ろうとしてよく見ると芋にくっついている赤土の中に銅のように光る砂があった。不思議に思って鉢に入れて洗うと銅だと見えたのは全部砂金であった。十三衛門のは大変驚いてさては 彼女が、訴訟を早く終わらせようと私に賄賂として、芋の土に金を入れたのではないかと考え、とにかく、彼女を呼んで芋を返そうと思った。十三門のは、いやいや、この辺に金がある山から掘った芋だろう。あれほど貧乏な女だから、こんな行動は、思いもしないだろう。とにかく呼んで、尋ねようと思い返し、彼女を招いてご馳走をして尋ねた。ローフは、 昔からここに砂金があると聞き伝えていたが、掘る方法も知りませんし、噂だけで今まで見たこともありません。伝聞は、上代のことでしょう。ここへ、都から人が来た時に金がある山を知り、その時国主と内断して、砂金を数千金を得たと言います。その年の地方の税として御所へ差し上げると、幸いその年は、奈良の大仏が造営の頃だったので、その金の泥を使って、 大仏を再式したと言います。その後も金を掘っていましたが、国主の安倍氏とやらが亡くなった時から一切すべて途絶えてしまったという話です。大昔のことなのでただの物語でしょう。また私の祖父の言い伝えでは、あの山の奥に子供が朝に草刈りに行きましたが、草の葉に一面金色の炉が上がってきて、その光が目を遮り覚えず倒伏しかけました。 少し立って気を取り直してみると、もう光るものも消えうせて、ようやく人心地ついたので家に帰りました。子供の親たちが不思議に思って、その草の上にある炉を払ったところそれは全部金色の砂子でした。これが金というものだと、髪型へ売って、数十貫の銭と交換して、多くの田畑を買い求め、大富豪となりました。その子孫が私たちです。その後、 金号の人々が羨んで訪ねてきても二度と同じような不思議なことは起こりませんでした。最近まででは国から時々旅人が来て薬にするといいこの辺の土を取っていったと世間の人が言っています。これ以外何も知っていることはありませんと語った。十三右衛門のは考えすぎて年月を消費しても仕方ないとその老婆の家に行って 世間話をしてから老婆を先に立てて、芋を掘るところを見ようと後ろの山へ行った。全部先んだったので十左衛門のは大喜び。老婦に向かって言うことには、その方の山の芋の味は尋常ではない。また、土地の模様は特別だ。今後はこの山を私にもらいたい。代償は、望み次第行ってほしいと言い,い、数十間の銭を与えると老婦は、大変喜んでこれに従った。 十三衛門のはその山を、バーガ、懐と名付けて、日々夜々に芋を掘って、その土を俵に入れて奉行所へ納め置いた。住民たちは、何の考えもなく、これを芋好きな殿だと考え芋を献上しよう。これは安い贈り物だと思いながら、毎日芋を持ってくると、奉行所には芋の山が積み重なった。そのことが数日の間に、 世間で取り沙汰となったので、金山の秘密がさらに伝わらないようになり十、銃、佐衛門のは大いに喜んだ。反社会の見聞が終わり役人は、早速帰って、見聞のことを報告した。銃、佐衛門のはその地に残りこの地を私に、任せ統治させるようにしてほしいと言った。遠い場所で、長年の務めが不便だとして、自分の子息の十蔵だけを、清水屋敷に残し、妻をはじめ、 カズノへ引っ越してその地にいながら、金山を奉行した、とされている。実際1699年に、カズノに、バーが懐かな山というのを、土地の山氏が影業したことが記録に見える。また、大沢サ鉱山には、縦脇屋敷という獣左獲物の住居の跡と、言い伝えられる場所があり、白根金山の文政年間の絵図にも縦脇屋敷があったことが確認できる。 しかし、金山発見のゆえんは、他の鉱山にも同型のものが伝えられており、一つの伝説と見るべきである。例えば、佐渡風土記における西三河金山では、ニラの根についていた砂金から金山を開発する物語が伝えられており、さらに大仏の塗り金まで伝承を遡るのは、全国の金山に見られる伝承である。北中三右衛門のは1614年。 おびただしい黄金と武器を豊臣秀頼に剣じて大阪の陣において大阪方に走ったという。十三衛門のが大阪三人のために六角を去るときに鉱山十字者を捕らえて生き埋めにしたとの伝説がある。七百六十三年の白根金山の山先の青山市の青山先祖がきにはその伝承が記されていて元禄初年の頃にその後を創作した者がいたが、 見当たらなかったとも伝えられる。このような説話も気戦兵軍地方に伝わる金山水坊の伝説にも同様に伝わっている。この他に民話でも鉱山発見説話は語られている。医師の集落では他国から来た旅人をある宿に泊めてもらったところ、宿の人が昭和から取ってきた芝を焚いて旅人をもてなしたところ、その沖にネバネバとしたものがついていた。 その旅人はびっくりしてその山を調べると金山であったという話が語られている。大決集落では昔ある怠け者が今の山神社のあるところで火を焚いて昼食を食べて一眠りをしていた。目を覚まして火を焚いたところを見ると何かが固まっていた。よく見るとそれは金の塊であったという話が語られている。白根金山の古い記録は 白根金山の山先の地位を長く許された青山正左衛門家の家電の青山氏関係資料というのはこの資料による。金山の発見に芋が関わっているというのは芋掘長者の伝承が織り込まれており、ほとんど同類の話が武前国の予備の金山の発見にも伝われている。また、バーガ、懐金山は、オサ、沢鉱山にもある。十三衛門のが、 金掘り100人余りを殺害したという話も、青山先祖書きのことでは、西通金山においての事件として記されている。小畑厚氏は、白根金山が開け荒金された年代は、初記録を総合すると、慶長三年説よりも、同十年頃に開かれたか、同三年に発見され、同十年頃に、盛り山になり、同十三年頃より一段と繁栄したものと、 考えられるとしている。星川聖保による南部藩の師匠、広告誌のうち、植歌誌では白根金山の盛況を記述している。佐清木や植歌誌によると、金山奉行の北十三右衛門のは、大阪をはじめ、上方各地に問屋を定め、米城川を下して、野代港に輸送し、金銀を上方と取引していたという。南部都市のは、 寸布の徳川家康に、領内三金のことを報告し、白根金千枚、砂金五十金を剣じ。南部市要では、慶長十七年に、江戸南部邸の茶会で、徳川秀忠に、白根金五十枚、春馬二刀を剣じたと記されている。職家市では、数の諸山の三金量は明らかでないが、その数測り知るべからず、慶長十三年に至りますますおびただしくむすとあり。 王の世に至りて、各金貨の多くできれば孔子とも法内不ににして、天下に凍たりと記されている。都市直のこの南部茂直の地三33年で、数の金山は、衰退期に入るが、南部仕様では、茂直の地勢を表して、字に、我が藩カズの参勤を帯正しく、不諸行に冠たるをもって、公は、衣服刀剣に綺麗を飾り、都会を横押すとしている。 白根金山の金はおそらく一定の品質をもって、他藩にも通用された。1614年2月、秋田藩は入宝以来の領内金銀山運用を、梅津正影を使者として、寸府の徳川家康に上納した。運用金は102枚であったが、そのうち100枚は、白根港風付の金で、白根金は1枚40目8分であった。港風というのは、 土崎港の天秤やカフキが風放したものと考えられる。梅津正影はこの金を渋江正光から渡され、彼はこのことを梅津正影日記に記載している。白根金山は南部藩と秋田藩の藩境に位置しているが、天正の頃からこの地は南部市と秋田市の工房の地でもあった。1602年佐竹市が日立より秋田に天保された頃は、 あたかもこの地区の諸金山が開発され始めた時であった。金山をめぐって、領海争いが、両藩の間で起こるが、慶長14年頃から始まり、寛永から慶安にかけて両藩は幕府に、それを訴えた。これは、西通金山や大久津、金山などの所在が紛争の原因になっていたが、幕府の裁定が出たのは、やっと1677年であった。この結果、 聖堂金山や小坂村は南部領、大屈、金山や長木川の森林地帯は秋田領と定まった。この両藩の論争の間に激しいキリシタンの戦議が行われた。鉱山には違い封建的な慣習があり、諸国のキリシタン教徒は大宇の鉱山に潜伏先を求める情勢にあった。1636年南部主芸名は、 幕府からキリシタン筆足を命じられた。1638年南部秋田ン地の山中にキリシタン潜伏の風雪が伝えられ、幕府から両藩に戦索の霊学だった。両藩は12月13日にそれぞれ人数を出して山狩りを行ったが、両藩の始卒農民が乱闘になり、そのため数名の者が処刑された。キリシタン戦議は厳重であったので、 白根鉱山では1643年正月から創業が停止された。6月25日には創業再開の願いが、金山一堂から藩の過労に向けて願いが出されている。1651年2月に白根金山の長座絵門という者がキリシタンであると3人の者が訴え出した。長座絵門は逃亡したが捕らえられ、森岡で入国した。 訴えた一人はなぜか、白根鉱山を逃げ出し、蜂ので捕まった。長左衛門は、江戸で戦議を受けたが、回収したのか斜面になり、白根鉱山に戻された。1675年には同じく、山続きに、縦石銅山が開発された。白根をはじめ、数野の諸金さんは、次第に衰退して、漢文の頃からは銅鉱を生産するようになった。さらに、 生産の中心も白根からオッサ、沢鉱山に移動した。金山として繁栄した白根が銅山になったのは1669年であるとは、数の分諸鉱山期などの多くの記録に残されている。白根銅山はかなりの生産量を維持していたが、1697年には、飢饉によって白根銅山の総人口881人のうち300人を減じている。 1755年に森岡13日町の蝶之助が白根の加業を受けたが、その当時はすでに白根は平山状態であった。蝶之助も翌年には加業を中止した。その後、法暦年間に何度か加業が行われたが、それらは失敗し1765年には、おさ、沢鉱山と共に藩の直営加業となった。江戸時代末期。 白根銅山はほとんど廃山の状態で、わずかに交際を処理したり、弁柄を採取する程度になっていた。明治期になって、新しい技術での開発が行われた。明治9年に、東京居住の辻金五郎が航空を設定し、明治13年頃に、旧、小牧金山跡と考えられる、山頂部の小牧付近において、土庫を発見した。これは黒子が風化して、銀分に飛んだ。 土壌になったものである。明治15年にドイツ留学から帰国した大島道太郎を迎え入れ、キス法によるピルツ式用航路が設置された。当時としては最も斬新な洋式機械を持って整備された鉱山となった。この新装開業式は明治18年5月に行われた。安倍京介は芝居、相撲、花火等にて見物人とも接待あり。 諸商人権物人をびしく群衆の吉なるにおり、圧縮、風雨にて、人寒く、ことに宿屋も一軒より無の趣きにて、諸人大難獣、と記している。この結果参議院領も豊かせいとなった。しかし、数年にして高量が減っていき、辻は、明治21年6月20日に、小牧鉱山を岩崎屋之助に譲渡した。三菱資本となってからは同行を主体として、 金、銀、鉛、亜鉛を産出した。昭和7年頃に黒鉱鉱賞が発見され露天掘りが行われた。後年、地下鉱脈掘りでの銅を産出した。昭和12年頃には金が多く産出し、佐渡の42キロ、昭和の38キロと言われた。これは佐渡や小牧で金が多く産出したことを言ったものである。鉱山の清水とでこうようで、 従業員は激しく増減した。大正3年頃は、従業員は130人程度、その後鉱山不況になり、大正8年では、従業員は16名、昭和6年頃は20名弱ほどであった。黒鉱が発見された後の昭和11年から12年では、最高350人程度、運搬350人、その他で合計800人程度が働いていた。 昭和14年では、鉱山職員が19名、一般公員480人程度、その他軍隊に入隊していた者が90名いた。地区には小学校や鉱山病院、共和会館、集会所などがあった。運動場やテニスコートもあり、さらに戦時中は、銃剣術や相撲なども行われ、各種スポーツが盛んに行われた。寺は4カ所もあった。 白根立港ができた頃からは、鉱石の釣り車状として使われ、改装されなかったので、埋められてしまった墓石もあった。煙内の西岸寺は石の集落から移ったと伝わっており、小牧千軒、石の万軒とも言われ、鉱山通勤範囲内の石のは、家屋がたくさんあって栄えた。ありがとうございます。